こんにちは、錦糸町店小助川です。今回ですね、シーバスライフの取材で、ウェーディング調校ということで、やってきました。で、私が今回メインで使わせてもらったルアーなんですけど、こちらメガバスさんのカゲロウ 124F ですね。フローティングミノーで、自重ウェイトが 22g あります。で、結構ね、ボディなんかが太くてブリブリ泳ぐかなっていうイメージのルアーなんですけど、意外と、ロールですね、ナチュラルなロールが加わって、アピール力はそこまで強くなく、擦れた状況だったり、水の色がクリアな時とか、いいかもしれないですね。で、今回使わせてもらって、で、答えを取れてます。釣ってます。で、あとこのルアーなんですけど、水深マックス20センチなんで、ウェーディングとかで、比較的その水深の浅いところですね、まあ50センチだったり深くても1メーターとかですけど、そういったレンジを攻略するのにも、比較的使いやすい、しっかりと浅いレンジも引いて魚をキャッチできる、ルアーですね。おすすめです。で、メガバスさんの、テクノロジー、最先端テクノロジー、重心移動システムなんですけど、LBO2 っていう、システムが搭載されてます。かなりそのウェイトの戻りがいいので、巻き出しが早いと。今回の取材でもキャスト着水してから糸吹きを軽く取ったらバイトがあったっていうこともありましたので、そういった時なんかも、使ってみてはと思います。キャスティング、店頭に並んでおりますので、ぜひ皆さん使っていただいて、釣りを楽しんでみてください。Stop!